俺の名はモブオ、付き合って半年になるモブミという恋人がいるのだが、ひどい、人間不信になりそうだ。勝ちました。フラグちゃん、モブオさんどうしたんです？実は恋人のモブミが浮気してることが分かったんだ。ああ、モブオさんって浮気されそうな顔してますもんね。どんな顔だよ。何の取り柄もない男モブオ、そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。そもそもどうしてモブミさんが浮気してるって気づいたんですか？スマホのライム履歴見たら分かった。それ人のスマホ勝手に見たってことですか？最低ですね。俺だってそんなことしたくなかった。でも最近あいつの様子がおかしかったから、いつでもどこでもスマホを手放さないし、約束してたのにキャンセルされたり、妙に色気づいた格好をするようになっちゃってさ。まあそれだけでは何とも言えないですが、グレーって感じですね。それでも俺は信じてたんだよ。寝言で他の男の名前呼んでも、俺の名前を呼び間違ってもきっと芸能人の名前かなんかだろって。めちゃめちゃ信じてますけど、それは限りなく黒に近いですね。なるほど、モブオさんの恋愛死亡フラグが立ってるから私がここに呼ばれたと。はあ、俺そんなに男として魅力ないかな。率直な意見を聞かせてほしいんだ。そうですね、友達に私の彼氏だって紹介するには気が進まない感じですね。遠い親戚でギリオッケーってところでしょうか。本当に容赦ないな。これからどうする？フラグちゃん、俺はどうしたらいいと思う？そりゃモブオさんがこれから彼女とどうなりたいかによって変わってきますね。このまま知らないふりをして付き合い続けるのか、全部ぶちまけて別れるのか、ぶちまけた上で付き合い続けるのか。知らないふりってのはちょっと無理かな。ですよね、モブオさんがそんな上手に演技できるとも思えませんし。別れたくはないから、まずは浮気したことを謝ってほしい。それは難しいかもしれません。え？すっとぼけられたら終わりですから。浮気相手とのやり取りも今頃はもう消されてるかもしれませんし。そんな、俺はどうすれば。それなら今夜モブミの部屋に忍び込んで新たな証拠を掴んでやる。ちなみに言っておきますが、違法に集めたものは浮気の証拠としては使えませんよ。じゃああいつが着飾って男と出かけてるって。異性と出かけているというだけでは浮気扱いにするのは難しいですね。ああ、それならライムのやり取りスクショして自分のスマホに送っとけばよかった。それも難しいです。なんでだよ、決定的な証拠だろう。そういうものはいくらでも改ざんできますから。特にデジタルデータは信用度が低いです。世の中浮気された側に厳しすぎないか。一体何ならいいんだよ。写真です。昔から写真が一番強いんですよ。さっき異性と出かけている事実だけでは浮気の証拠とするのは難しいと言いましたが、写真に残しているなら話は別です。あと音声や動画なども強いですね。写真か、よし頑張ってみる。決定的な証拠。モブミが出てきた。シャッターチャンスです。オラオラオラ、これでもか、これでもか。モブオさん浮気されたショックでちょっと壊れてますね。やりきった、これでモブミも言い逃れできないだろう。そうですね、あとは写真を見せて浮気を認めさせ、誠心誠意謝ってもらいましょう。ああ、浮気したモブミを許す心の広い俺、これであいつも俺に惚れ直すことだろう。話し合い。俺の言いたいことを分かるよな。今さらごまかそうったって無駄だぞ。分かった、分かりましょう。え、あ、ちょっと待って、そっちじゃなくて、ごめんなさいは。こういうことって謝ったからって許されるものじゃないでしょ。そうかもしれないけど、あの、とにかく謝ってもらえたらこっちはすっきりできるかな、なんて。浮気された方が弱気になってどうするんですか。フラグちゃん、そこはもっとグイグイ行きましょうよ。そんなだから最近の男は弱いって舐められるんですよ。おい、モブ。何この。死亡フラグちゃんだよ。は？知らないし。私に偉そうに説教しといて自分も浮気してたわけ。俺いつ説教した？もういい、帰るわ。待ってくれ、俺が悪かった。やはりモブオさんの恋愛は終わる運命のようですね。なんだかんだで。テン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 。おかえりなさい。おお、びっくりした。なんでフラグちゃんがいるの？あれからモブミさんとはうまくいってるようですね。ああ、友達に間に入ってもらって改めて話し合いをしたんだ。相手の男とは別れてくれるって言ってるし、これからも二人で仲良くやっていくよ。で、フラグちゃんはなぜここに？モブオさん、本当の死亡フラグはここからですよ。はい？あ、誰か来た。はい、今行きます。なんか男の人が慰謝料を請求するとか言ってるんだけど。
うちの妻と不貞行為がどうとか。モブミさん、既婚者だったんですよ。浮気相手は俺の方かよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめん。